スラムだろ。ジャスティス出る。あー、みんなやっちゃっていいってことだよね。少々うかつな行動だ。すべてを消滅する。警察だ。大使うものの乗せてやる。価値が決まるという。自爆症は見ずに済みそうだな。攻撃は悪く、密集していては狙い撃たれる。おお、すげえじゃん。俺にもやり方教えろよな。ダッサ。それがしは死神と薬病神のおとおりだ。大喝采を聞かせてやる。おい、本拠地が攻撃を受けてるぞ。現状でのミスは許すと。それだ、戦況は把握した。あとはこちらの判断でやらせてもらおう。さすがですね。僕もあんたに続きます。愚かとしか言いようのない憎悪を世界中に撒き散らす気か。お前は邪魔をするなら破壊するだけだ。お前は敵になるようなやつじゃない。それは俺分かってるさ。肩をつける。あとは俺に任せろ。まずいぞ。死神と薬病神のおとおりだ。大喝采を聞かせてやる。無理なのか。ここは脱出するしかない。こちらの裏を書いたつもりかもしれんが、誰もが考える方法だ。うひょー、こっちも負けてられないぜ。こっちの騎士に敵が来てるぞ。なんとかなんねえのかよ。パイロたち、集中砲火を浴びせた方が確実な戦果を受けられる。あなたがいると心強いです。僕も足手まといにはなりませんよ。ん？終わり？モビルスーツの性能競争などくだらない。扱うものの能力で価値が決まるというわけだ。すべてを消滅させた。ガンダムを見たもの、決して生かして返すわけにはいかない。消すだけ。おい、本拠地が攻撃を受けてるぞ。消えさせた。戦力費とパイロットの技量を考えれば当然の結果だな。